どうもこんにちは宣伝部長の小市です今日は松本人志味方続々ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで松本人志さんに対するね文春法っていうのが昨年末に放たれてからさまざまな言説が出てきてネット上なんかにはねまだね松本人志さんのファン含めてまあいわゆる匿名の方もあるいは有名な方まで含めて結構ね支援してらっしゃるというかおかしいじゃないかって言ってる声は あるわけけなんですけども、まあ、その中においてさまざまな論説がありまして今回はですね元知事の方とそれからグレーのギタリストの方がある種かばってるっていうのかなまあいわゆる松本さんの味方ですよみたいな意見を出されていたので、まあ、ご紹介しつつとはいえとはいえいろいろ許されない時代になったよという話をしていこうというふうに思います。 はい、というわけでこちら女性自身さんの記事でもう炎上,いいですあ炎上してもいいです大物ミュージシャン熱弁した松本人志の感謝に論点がずれすぎ素直と賛否真っ二つということですね。で、えー、何を言っていたかっていうと、まあ、松本人志さんの問題ですね年明け えー過ぎてすぐにいきなりパタッと出なくなってこういうことあるんだということを思い知らされていますということでこれについてはねちょっと私もかなり驚いたところではあるんですけどもまあご本人がね活動休止って言い出したっていうのがまあ一つ一番大きいんじゃないかなとは思うんですけどねはいでえっとこの件に触れられたのはえっとグレーのギタリストの久さんですねがご自身の YouTube の中においてまあ ダウンタウンンタのの松本とさんの件について語ったとでまあ、えー、と中身としてはもうおおむね感謝みたいな中身なんですけどえっ、ー、といろいろ前向きをした上でご自身がね「ヘイヘイヘイ」へいへいへいとか「ダウンタウンデラックス」とか等々で共演した中でお世話になったということで、まあ、個人的にはすごく好きなまっちゃんなんで俺の思いを言いたいということで。 で俺が思うのは時代が音を立ててきしんでるんですよと切り出し昭和の当たり前が今当たり前ではないじゃないですかと指摘ということで今まで泣き寝入れしていた問題が表面化される氷山の一角だと思うんですけど移り変わってる時代だと思うとコンプライアンスとか問われる中時代が本当に昭和から変わってってるなっていうのをすごく感じますねと語ったという感じで私もこの部分を見たんですけどね、まあ、本当に おっしゃる通りだなって思うんですよね。はい。では変化する中においてやっぱそのきしみみたいなことがあちこちで起きてるよねと思いますと。で、でこっからは個人的な話ですということですね。で、えー、夢で会えたらとかがきつかでこんな面白いことができる人はって思ったと。音楽と全く関係ないところだけどすごく勇気づけられたということでダウンタウンのすごいと,と,ろところっていうのはミュージシャンの進格化,化を説いたと。 いうところですねこれは確かにそうですよね。神格化してたら、まあの特に浜田さんのツッコミとかが成立しないですよね。はい。っていうところですかね。で、過去のザ・ベスト10とか等々においては、まるさん来ていただけませんでしたっていう感じで、トップに上がったミュージシャンがいろんな事情で番組で来ないこともあったと。まあ、それをカジュアル化したんですよということですね。はい。 へいへいへいではダウンタウンがアーティストをいじりそのことによって垣間見えるアーティストの意外な素顔も見どころの一つだったっていうところですよね。だからそれあれもだから何て言うんでしょうね浜田さんがいわゆる偉い人を突っ込むみたいなのをまあ本当に上手に上手になのかな <laughs> あの無理やりなのかなあるいは2人のなんかこう勢いで上がってった中で許されたのかどうかはよくわかんないんですけど。 大御所の方にも突っ込むしっていうのを見た上でさらにミュージシャンに突っ込んだ時に何で俺はがとはなかなかならないじゃないですかその前に大御所に散々突っ込んでさでじゃあミュージシャンはどうだってなった時に割と大体ミュージシャンは当然売れる人は若いですからそれ普通に突っ込むって全然変じゃなくてただまあなかなか今まであんまり突っ込まれないところに突っ込んでたっていうのがあっていろんな意味において素が見えてよかったねというところだと。 いいう,うに思いますでそのことによってメディアに出やすくなったとうとうですかね。あという感じで、まあ、そのことによってファンが増えたとかっていうのもあるのかもしれないですね。はいという感じでまあ一つの時代を変えるパイ,ニアとしパイオニアとして尊敬してきたんです。だからどうなると好きだしっていうことをまあたくさん語られたっていうことですね。ははいいいままあこういう方は多いんですよねだから、まあそれ それこれはこれみたいな話だと思うんですけどね。はい。だから、なんて言うんだろうな。まあ、こういうので引っ張られてしまって言えないっていうのが、まあ、今までで。ジャニー北川氏の気がまさにそうじゃないですか。もう世話になった人多すぎてみたいな感じで。 じゃあやろうとすると、いや、お世話になったんで、みたいな感じで、まあ、なかなか言えないって感じで、そう、山下達郎さんとか、まさにそんな感じでしょ。自分は、その告発よりも恩だ、恩を、恩を優先したっていうんですかね、まあ、そういう感じになってしまったので、だから、目の前で被害者がいくら叫んだところで、それよりも恩を大事にするんだっていうので、まあ、その結果、めちゃくちゃ批判されたんですけど、 まあ今回の件はね、まだね、えー、と審議について争うみたいなとこになってるから、あれですけど、なんか、もっともっとえぐい被害者が出てきて、もうこれ、明確にアウトじゃんみたいなやつが出てきたときに、こんな感じで、うん、大好きだもんね、だからかばうもんね、みたいな姿勢が、まあ、かばってはいないんですよね。まあ、大好きへの思いを吐露してるんですけど、結果としてそうなっちゃうっていうところがね。はい。だから、好きだからこそ、あの、まあ、 本人の言葉を聞きたいよねっていう締めになってんすかね、なっっててのかな、<laughs> なってないような気がするんでそこはちょっとやっぱり批判する人も出てくるかなって感じですけど、まあ、正直こんな感じの人がめちゃくちゃ多いんですよねだからまあこれずっと一緒で本当に一緒でジャニーズの時からもう本当にファンとかみんな大好きでそれがまあいわゆるこうねまあ枯渇する人が出てきたことによってまあ <laughs> 場合によっては出番が少なくなったりね まあ事務所自体がまあ結局なくなるみたいな状況にまでなった時にそのやるせない思いを結局ぶつけられなくて最終的にとんでもないその告発者に向けるみたいな感じになっちゃってそれっていやそれはさすがにないんじゃねっていうふうに思っていたわけなんですけどまあでもそんな流れがあるのにですねはい次コントン。 えと日刊スポーツにおいて東国原秀吉松本人志に文春と文春に告白した女性両方を相手取って訴訟すべきと提言ということを、えー、と元知事の方が言っちゃってますというところですかね。はい、ということで,、はいでまあ、今回の松本氏をめぐる騒動の中でえっ、ー 東国原氏はこれまで各メディアで同様のことを発信してるあ、えー、と東国原氏はテレビの情報番組で松本氏についての弁護士らがさまざまな議論をね交わした一部メディアの記事を添付して僕は最初から文春と文春に告白した女性両方を相手取って訴訟すべきと言ってると死刑を延びたであくまで松本人志側が事実無根と主張するならの話だかと付け加えたっていう。 まあ感じなんですよねはいで9日にも x で、えー、まあ、そういったことを言ったっていうことですよねまあその方がまあ、争点が明確になるっていうふうに述べていたっていう感じなんですけどね。いやこれがね、まあ、ちょっとさすがにねえんじゃねえかなってまああくまでね条件付きではあるんですね事実も今度主張するとならの話だかって言ってるんですけどまあ松本さんが言ってるのは要は加害 じゃなないよって言ってて言るだけなんです、ね、強制じゃないよって言ってるだけでで女性側はいやそう全然同意してないよっていうことを主張しててそれでも内心の問題なんで女性を訴えてどうするんですかって話じゃなくないですかいや私はこういう被害あって本当そういうふうに思ったんですって言われて終わりじゃないんですかねむしろでもそんなことをまあセカンド○○のごとくあぶり出していくちょ女性を直接訴えてねそんなの 何のプラスもないじゃないですか、うん。と思うんですけどね。だからそういうのな,なんでその進めるのか全くよくわかんないんですけど、ただ、あの、元知事の方がですね、ご自身の説明によると、まあ、過去に分身法を喰らったと。で、その時きにまあかなり虚偽のことを書かれたと。で、それはね、私もちょっと拝見して、思いましたね。虚偽である虚偽、虚偽じゃねえかな、みたいな。要は知事室の中でそういうエッチな声がまあ行われていたみたいなことが。 が書かれていてい実際裁判してみると、まあ、女性の証言者も出てこないそれを証言したとされる、えー、っと県庁職員っていうんですかね県の関係者も出てこないって感じで誰も出てこなかったなので勝ったっていうことらしいんですけどねまあこれについてはちょっとなんでそういうのことでやったのかよく分かんないんですけどなんかこう政治的闘争みたいなのがある時に 時に文春さんはそういういか役割をするよね。い誰かを追,追い落とすために何かこういうことやる,やるよねって私は印象があるんでまあそういうので捕まっちゃったのかなと思うしまああと、まあ、この件だけじゃないんですけどまあ箕輪さんとかその過去に文春法をくらってあのなんていうんだろうな、まあ、すごく話をねねじ曲げられたり大きくされたりっていう人たちも結構いろいろ言っててふざけんなという話でまあ 中間誌批判しててるる方々も、まあ、散見されてるんでね。だからまあ事実がね100のうち、まあ、虚偽がね1割ぐらいだったらまあいいんでしょうけど虚偽というか嘘というかねねじ曲げられるのがねただやっぱり8割9割嘘って話になっていくといやそりゃないっしょみたいなところがある。 わけですよねで、まあ、そういった経験された方々がまあおかしいよっていうのは自由だと思いつつ自分はこういうそういう経験したっていうのも自由だと思うんですけどやっぱりあの個別でやっぱり違うと思うんでね松本さんの件についてはここの辺についてはおかしいと思うからこれで主張されるとかいうのをやるべきなんですよね。でおそらくですけど今、えー、っと東国原氏が当時知事時代だった時に。 今みたいな形で松本さんの件のごとく大騒ぎになってて、まあ、ファンも多くてっていう感じで言うとかなりかばう意見が出てきてあ明らかにおかしいよねって感じで大炎上みたいなね場合によっては廃刊かみたいな流れになったと思うんですけどまあその辺もいろいろ空気を読みつつ戦う相手が有名人なのかあるいは政治家なのかによって戦い方も変えてるしいろいろね難しいところあるんですけどその その当時のやつはすごく同情するというかそれは絶対ダメだよねってうだったらねっていうことだと思うしでその後のなんかやっぱり被害回復もなされてないっていうかだから結局イメージだけ下がっちゃってでそれが場合によってはご自,自身のねやっぱさまざまなあ活動にも影響出てるって話なんでお金じゃないんでしょうけどやっぱお金で全然補填されるような金額でもなかったからもっと上げろっていう主張でそれはそれは分かるような気がしますかね。 なんかそこはなんかもうちょっとまた別の話があると思うんですけど、うん、だから日本のまあ文春に限らずですけど嘘のことを報じた後に訂正しない文化っていうのはやっぱり良くないなと思っててそこは変えていくべきなんでしょうね、まあ、一方で松本さんの件の場合はそういう適当なことを書いてやってたら多分文春が潰されたっていう <laughs> 件なので多分まあ一色単にはしてはいけないんだろうなっていうふうに思うんですよねはいでまあそんな中で あの松本さんがそのその女性にすら会ったことないとかまあ,あの東さん東国原さんがやられたようにその被害者なんか全くいないよねみたいなのを作り上げたとするならばその証言し,してる人を訴えてもいいと思うんですよ。だけどいや要するに強制だったかどうかで争ってるわけでそこで相手の女性訴えて何になるのとしか思わないんですけど。 それどううななんでしょうねなんかミヤネ屋の中においてもなんか一部そういう勝つためにはそういうことやってもいいよねみたいなこと平気で元検察官の方とか言ってましたけどいやなんかね本当は呆れるばかりですよね被害者が告発してきてます今まではそんなことを言えるような時代ではありませんでした場合によってはそんくらい我慢しろって言われていた時代でしたとでそれが時代が切り替わる中で昨年のジャニーズ問題の とうとう見てまあそういうのを言ってもいいんだっていうふうに思って意を決して、えー、今回告発されたのがまあ文集の第一報における a さんなんですよねその方を訴えろって何で訴えるのかなみたいな <laughs> ことなのかなって個人的なうわけでそれってただの圧力じゃんみたいな感じで過去にまあなんか戻っていくのかなみたいな主張なんで私としてはこれちょっとどうかなと思っておりますはいっていうことですねで そんな中でですね、えっ、ー、と、はい、えっ、ー、と、こちらのね、弁護士 JP ニュースさんの記事なんですけど、こちらがね、えっと松本人志の加害疑惑で、昔は許されたの第5回、成人男女の飲み会で真に意識すべきリスクというところですね。で、これがですね、えっと、 まあ、そうう松本さんの件をめぐって昔は許されたという意見が聞こえてくるっていうけどまあそれって昔から実はアウトだよねみたいな変わったのは変わったのは実は社会なんじゃないかっていうことが話されてるんですよね。はい、で,、えーとはい、でこれ私にもよく言うんですが昨年7月に、えー、と刑法がし、えー、改正されて。 強制成功〇〇罪が不同意成功〇〇罪になったということですね。まあ、これが結局、まあ、同意しないとそういうことしちゃダメだよねっていうのがより厳しくなったっていうか、まあ、特に立場が上の人だったりするとその地位を使ってやっぱり誘っちゃうとそれ自体でもアウトだよねってそれはど同意じゃないよねみたいなふうな形に法律が変わった。 のでまあ、昨年から明確にルールは変わったよねっていうふうに捉えていたわけなんですがでまあ、これを踏まえて、えー、と経済力や社会的地位のある男性が女性たちを呼ぶコンパについて男性側のリスクが高まったという声もあるがえー、とですね杉山大輔弁護士はまあ法改正で始まった話ではなくてリスクを考え出したら実は昔からあったよねっていうことを言ってるということですね。はい はいで今までは犯罪の成立に暴行とか脅迫ですよね、まあ、そういった証明が必要だったっていうところでだから明確に傷とかあればいいんでしょうけどねだからまあスマホとかない時代なんかで言うとこう言われたんですけど言ってませんって言われたら終わっちゃうじゃないですかねっていう感じでなかなか証明が難しかったっていうところですよねはいそんな中で同意年齢が13歳未満から16歳未満に引き上げるなど まあ泣き寝入りする要因っていうのが、まあ、改善されたということですね。はいはい、ということなんですけど、まあ、そういった年齢の引き上げによって13歳から15歳の事件について認められやすくなったのは事実だけれども松本氏のような成人同士のケースで変わってるかは何とも言えませんっていうような主張ですね。はいはい、で一応そういった法改正を推進した側の立場からあくまで準 まあ、強制〇〇においても取り締まることができたものを累計化しただけっていう主張がなされていたっていうことでその辺がちょっと曖昧であると。 いうことですねで法改正によって補足する範囲が広がると考えているけれどもその点も前提となるということで本当に変わってるのは法律以上に社会のの意識ななでではいいかとと思いますすってことですねだから、まあ、実際、えー、刑事事件化したらどっちにしてもアウトなものはアウトですよっていうことでそんなに変わってるようには思わないけどただ あの世の中の意識が変わったからニュースになりやすいとかねみんなが懲罰意識を持つとかっていうのは変わってきたんじゃないかなみたいなことをおっしゃってるって感じですね。はいはい、というわけでじゃあ,あのど,うどういった形に 気をつけて飲み会すればいいかっていう話なんですけど、まあ、注意点としては自分がどんな立場なのか相手がどんな立場なのかをよく理解して接するということでまあ相手が簡単に拒否できるような関係性だったら特にまあ問題ないんじゃなかろうかという認識ですかね。はい はい、で、さらにですね、法律変わったことによってね、嘘によってまあね、はめられるみたいな人も出てくるみたいなことも言われてるんですけど、まあそれはもともと結構あったよねって感じで、まあ結局その背景には、行為後の対応が紳士的ではなかったとか、彼氏に発覚して嘘をついたとか、スカウトなどの悪質な人間にそそのかされたなどのさまざまな事情があるって感じで、まあ、これは法律改正前から普通にあるよねっていうのはあるはあるみたいですね。はい。 はいという感じでまあ元々リスクはあったしみたいなまああと一番大きな時効が結構変わってるような気もするんですけどねあとはあのスーパークレイジー君っていうね方がまあえっ、ー、とこの件でね法律変わったことによって逮捕された方がい,いらっしゃるんですけどそれってえっ、ー、と無理やりっていうのかな、まあ、どんくらい無理やりかわかんないんですけど防犯カメラに残っててホテル前ね、まあ、ホテルに連れ込んだと。 いうのが残っててででその中でののしかかってそういう行為しようとしたら逃げられてで逃げる途中に女性がこけてえー、っということがあったんですよ。でこれって昔でも犯罪にできたのかなみたいなねだから無理やりって本当になんかもう暴行する勢いで連れてったんだらともかく行こうよ行こうよぐらいの感じで行って入ってで拒否されて拒否て。 だから本当に無理やりだとするならば男性の力だと、まあ、できちゃう可能性があるんですけどそれを女性は結局嫌だっつって帰ってるわけですよねだからこれ過去で言うとよく何て言うんだろうなそのそこまで反抗されたら俺はやる気ねえしみたいなその松本さんもそういう <laughs> 気持ちだったかもしんないけどまあという感じで結局女性は帰ってるんですよねで,でその上で途中で転んだっていうのでそれは 場合によっては勝手に転んだよねって主張もできたわけですけどただその防犯カメラにあのそのそれなりに強引にえー、っと連れ込んでるところが撮られていたのとで逃げる時についた足のけがっていうんですかねそれによって障害致傷まで上がっちゃってこうまあかなり。 重いい罪になるらしいんですよ。だからこれ法律改正によってまあなかなか厳しくなってんじゃないかなっていうふうに思うんですがまあ、全体として捉えまあ、そういった事例もあるかもしれないけど全体としてはまあまああ法律改正を一生懸命動かした。 方にしてみるとままあそこまでじゃなないいよねねっていうことなんでですか、ねまあ、でもそれはなんか常にやっぱりそういった被害者に向き合ってる方の認識と一般的に見てるね我々とはちょっと認識がいろいろ違うのかもしれないんですけどだから今まで本当に泣き寝入りしている人がめちゃくちゃ多かったっていうふうに思うのでだからそれってそもそもですけど。 なんか社会的にみんなでこういうのが良くないんだってなるとそういう被害を受けたらやっぱり警察にすぐ行くんだっていう感じになるじゃないですかだけどこれをなんかそんくらい我慢しろよみたいな社会的な環境っていうのかなでな感じで言うとそのなかなか行けないし、まあ、過去で言うと行ったら警察官に結構ひどいこと言われたりとかねっていうのもあったりするのもあるので確かにいろんな意味においてみんなの意識が変わるといろんなその女性がそういう。 なんていうの自分が被害を受けたと思った時に、まあ、駆け込みやすくはなってんだろうなというふうには思うっていうところでしょうね。はい。ということで、これはちょっと私もまあかなり勉強になりましたっていうところですけどね。はい。というわけで、まあ、そういうような環境の中で、うんやっぱり女性側がようやく声を上げられるような時代になってきた時に、その女性を訴えろとかですね。<laughs> あの <laughs> まっちゃん大好きだからみたいなことを言ってるとそらちょっとどうなのかなっていうふうに言われちゃうわけでまあいずれにしても本人がなんかめちゃくちゃ否定してんのにそんなの絶対ないってね言ってるのに表に出てきてねそれでもあるじゃないかあるじゃないかっていうのはちょっとどうかとは思うけど本人だってね最初事実無根って言いながら結局はまあ強制だったかどうか争うみたいな感じででもそれって女性側はそう言ってる時は。 もう松本さんは女性がそう思ってんだって。謝れって言ってた。人がこうやって訴えてるとかね。おかしくね。みたいなのはやっぱり私はちょっと思ったりするんですけどね。はい、とりあえず本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。